こんにちは。体のエイダ10万円勝負です。今日は2019年の5月10日です。現在の体のエイダコインの値段は 6.89 円になってます。すみません、ちょっと今日は音を大きくしてみました。音が小さかったのでちょっと大きくしてこれからやっていきたいと思いますが、もし何か不都合とかありましたら、ご連絡いただければ幸いです。はい、冷やしチャート確認します。ずっと上がってきて、1段階、2段階、3段階、4段階大きく下げてますね。はい、ここでちょっとコマができてきてます。4時間足です。4時間足はですね、そうですね、ここで、約10時間ぐらい前ですかね、大きく1回 6.5 から7円までガーッと大きい陽線が出てます。はい、これちょっと反転のサインかもしれませんね。はい、でも 6.5 円まで下げたんですね。はい、ここが本当に上げましたね。コンマ5円、ここでのコンマ5円は大きいです。はい、これがですね、もうちょっと下がってくるともう一回買いたいなと私は思ってますけども、難しいところですかね。はい、まだ様子を見ていきたいと思いますが、ちょっとこの陽線はちょっと異常ですね。今までの流れから行きますとね。はい、1時間足もちょっと見てみます。はい、ここですね、ぐーっと大きく上げましたね。はい、今日はですね、ツイッターから、これですね、この動画、とても分かりやすいというか、いい動画だったので紹介します。カルダのコミュニティから、はい、このように出てます。New video from Imago's R&D lead Sebastian Guillemot is out. His video gives comprehensive overview of all the work that happened with Cardano in the last month. Watch April's progress update video here. ということで、4月の、実績報告という感じですかね。はい、Cardano progress update by ということで、ちょっとつけてみます。Hello, and welcome to another monthly Cardano progress update. This time, where I go over everything that's happened in the month of April. My name is Sebastian, and I'm an engineering lead at Emergo, the commercial venture arm of the Cardano project. So first thing, I want to talk about the roadmap. So if you go to cardanoroadmap.com right now, you'll see a back soon message. The LHK team is working hard on Cardano 2020, so be sure to check this website occasionally.To see if there are any updates. はい、失礼しました。はい、ということで、これさっきお気づきになった方いるかもしれませんけど、ここにですね、Monthly Cardano Pro- はい、このように、デフォルトでというか、日本語訳がですね、珍しく、ここに書かれて出てくるんですね。なので、非常に分かりやすかったです。はい、でこの方の英語も非常に分かんないですけど分かりやすかったです。はい、なので、18分ですけど、もう一回私もゆっくり見てみたいと思いますし、皆さんもご覧になってはいかがでしょうか。はい、値段をもう一回確認します。6.88 ですね。はい、14,012.9×6.88 マイナス10万円で買いましたと。はい、マイナス3591円の含み損です。はい、マイナス 3.6% ですね。はい、土日どうですかね、どのようなチャートになるか楽しみです。皆様も、良い週末をお過ごしください。では失礼いたします。